こんばんは、ナタです。こんばんは、コウタです。今日はですね、映ってるから多分わかると思うんですけど、超大盛りペタマックスペヤング、これ知ってる、コウタ？見たことない。普通のペヤングは知ってるけど、これぐらいのやつは初めてか、うん、YouTube で見たことある？見たことないかもしれない。他の人たちの大食いは見たことあるけど、うん、こういうタイプのやつは見たことない。これなんか結構 YouTube で半年以上前くらいにこれが出て、めちゃくちゃ流行ってて、こう YouTuber の方々が皆さんね、こう食べてたんやけど、これ一人で食われへんから僕が調整せへんかったやか、うん、31のアイスの大食いをコウタとやったやんか。あの時にコウタ結構何でも食えるなみたいな感じだったやん。何がいいかだと思った時に、これちょっとやってみようかなって、これでコウタの実力を一回そうそうどんなもんなんかな。いきなりガンってこう切られるし、そう大食いの関門みたいなこれを2人で食べようかな。うん、何人分なるのこれ？分からんけど、4184キロカロリー。普通のやつがだいたい500キロカロリーだから、うん、8人前ぐらいって考えたらいいんかな。で、作り方も書いてる。タンプも変わらないんやけど、お湯の量が初めてこれ見た。2200ミリ。ほぼ2リッター。うん、おー。こんな感じです。こんな感じです。あ、重たい。重たい。でかい。いや、やばいなこれ。食えるかな。食えるかちょっと不安やったから、晩飯食ってないね。とりあえず今、じゃあ作っていこうか。うん、こうやってな、火薬がこのごっついやつが4つ入ってますね。どう？見たことない。食えそう？今の時点で微妙。じゃあ3分タイマーセットする？うん、はい、セットしました。分けていく？うん、そのまま食う。分けていく、そのまま食う、そのまま食う。身長は何センチですか？ 183.5。 あー、すごい。多いな。うわこれ、えぐっ。めっちゃ重いよ。今までの焼きそばで持ったことない重量やこれ。ちょっと不安になってきた。2人でも厳しいんじゃん。そんな気してくれるけど、うん。お前がうんって言うとほんまにリアルやからさ、やめてくれ。やばいよな。どっかの料理屋さん。何人前作ってんねんって感じだな。いい感じで混ざってるやん。完成しました。というわけで、はい、こんな感じですね。めちゃめちゃカシャカシャしてる。お母さんがね、今向こう側で記念撮影をしております。いただきます。いただきます。とりあえずタイマー測ろう、うん、何分ぐらいできるの。アイスはかかりそうやけど、せやな、5分か20分ぐらい。ああ、まあそんなもんやろな、うん、飲み物は用意しました、うん、水で。どうでかみ、あ、どうでかみ。じゃあ水がいいって言われてるけど、うん、よーいスタート。早食いではないからね。あの、美味しく、うん、たくさん食べるのがうちのチャンネルの目標です。そこ、お前左利きか。食いにくいこれ。いや、普通に。うん、カップ焼きそばにしかないこの味、めっちゃ好きやねんな。わ、うん、かる、独特の、うん、わかる。どう、うん、美味しい。ソース足りんくない？なんかでも、うん、少ないよ。ソース足りん場合どうするの？足す？足せん。足せんな、うん、カップ麺で何が一番好き？シーフード。あ、カップヌードル。カップヌードル。ああ、まあ日清の焼きそばです。ペヤングのこんなでかいの食うといてないやねんけど。UFO とかはまた別。うん、もう1人前ぐらい食った気分だな。
な、な。もうちょい水分欲しくない？どうしたらいいんやろ。水食べる。水かけて多分薄くなると思う。かけてみる。薄くなるじゃん。やめといた方がいい。また全然やばい、減ってる気せんな、これ。今6分28秒です、うん、熱いでも全然まだお腹いっぱいではない。お腹いっぱい？全然絶対2人前ぐらい食った今半分ぐらいかな。うん、なんでどうやろう今これくらいですね。確かに半分、ああ、うん、半分が食ったから。意外とまだいけそうな気がする。こういうのってさ、いきなりあもう無理ってなるんやで、また。ここ全然ソースかかってない。これソースかける、なんか絶対美味しくないで、ここ端っこのソースを絡め取ればいいのか。でもいけそう、20分以内に。お腹今何分目ぐらい？半分いったかいってないぐらい。じゃ全部一人で食えるやん、これいける、これ全部頑張ったらいける。頑張りたくはないぐらい。こうだとあんま僕今食ってるスピードそんな変わらんとかない。こうだの早い、分かる分かる。似てる人に見てもらおう。これ食べきったら2人とも2000キロカロリーぐらい、うん、摂取したから今日は超オーバーやで。何するかなと。運動する？でき。ゆっくりした。お母さんの分は？お母さんちょっと食べるって言って。あ、ちょっと食べる、ちょっと食べるの。これはね、ちょっと母に分配します。あら、なんかお茶まで入れて。にぎやかな、こっちは。今ね、12分なんですけど、あとこれくらい。あ、もういけんな、これ、うん、おお、ちょっとだけ汚いですけど、完食しました。14分58秒15分以内に、うん、食べきました。どうでしたか？2人やからいい、けたけど一人やったら多分無理やった。コタでもこれ一人無理、うん。多分途中で味に飽きて、うん、あかんくなるかな。ごちそうさまでした。いや、うまかった。とりあえずでも二人やったら全然結構食べれたね。あった。終わりました。今最後喋ってるから。コタの大食い登竜門は。だんだんあげてて。だんだんパパうどん。セーフ取ってもいいやろ。うん、どうだ。いや、別に歌うく。え、まだ何キロだっけ？78。そう、止まってて。コタの、まあ、大食い登竜門はまあ見事クリアなんじゃない？またやりたい？別のやつでやりたいとは思う。あ、ほんま、うん、なんかじゃあコタがやりたいやつやる。次何がいい？ハンバーグやったら多分食べれると。1キロ2ぐらいはいけると。2キロ、うん、お前ハンバーグ2キロって結構やで。だってビックリドンキーとかでいつもコウタ食ってんの300g やで、あれ。うん、1キロを食えたら大したもんやと思う。2キロいっちゃう。1キロ1キロでやるってことそれ。ああ、じゃない。ああ、じゃない。コメント欄でなんか挑戦してほしい食べ物とかを書いてくれる人がおったら、その中からコウタがあ、これちょっとやってみたいなっていうのがあれば。そうします。では皆さん、またの動画でお会いしましょう。はい、OK。はい、OK。ありがとうございました。